わしの盆栽はジェニーちゃんというんじゃが、日当たりのいい塔の上に置いておいたら、あっという間に4メートルぐらいに大きくなってしもうてな。おろすにおろせず、自動給水装置を使っておったんじゃが、故障してしもうた。誰か給水装置を直してくれんかの。4メートルもあるって？そりゃもう盆栽でもなんでもないよな。おお、職員さん、わざわざありがとうございます。見てくだされ、あれがジェニーちゃんですじゃ。すっかり顔色が悪くなって、かわいそうに。この老人に代わって4つの給水バルブを開けてくだされ、お願いしますじゃ。頑張っていくっす。
ありがとうございますじゃ。ジェニーちゃん、よかったの。こんな大きくても盆栽、また一つ社会人としての見聞を広げた気がするロビットであった。おお、ありがたいことじゃ。ジェニーちゃんも嬉しい嬉しいと喜んでいるようじゃ。ああ、わしのジェニーちゃん。お、ご苦労さん。なかなかいい仕事だったぞ。それにしてもでっかいよな、あの盆栽。新聞です。先日の護衛はご苦労だった。今回は最高に緊急を要する依頼である。イタチ団がついに途方もない悪事を仕掛けてきた。なんと空港で爆弾を爆発させると予告状が来たのだ。ドットの諸君はすでに空港で奮闘中だ。急いでくれ。おお、なんて悪い奴らだイタチ団。さすがは悪の秘密結社だ。ついにあの計画を発動させたというのか。それはつまりあの恐ろしい例の計画のことだね。そう、とてつもなく残虐ですごいあの計画のことです。ねえねえ、それってどんな計画なの。あ、それはとにかくもう時間がない。一刻も早くイタチ団を見つけ出すんだ。行くぞ。ただしどんな時にもかっこいいドットポーズは忘れるな。Thank you.
俺たちの活躍で花馬星は救われたんだね。正義は勝ったのね。ふん、軽いぜ。じゃあこの後はいつものように串カツ屋で打ち上げですね。よしみんな、会費は割り勘、串カツは一人3本までだ。特別にご飯はおかわり自由よ。こいつ実は全く何もしていないドットであった。ご苦労だった。仕掛けられていたのは大統領のバカと書かれた垂れ幕が空に打ち上げられるという世にも恐ろしい爆弾だった。恐ろしい事件だった。無事済んでよかった。これもお前さんの大活躍のおかげだよ。何より作業の素早さが素晴らしかった。よくやった。新聞です。私の親戚の友達の嫁に行った先にお母さんの姪っ子が洗濯物を飛ばしちゃって取れなくて困ってるって聞いたからね。市役所なら私お得意さんだから私から頼んであげるわよって約束したのよ。じゃあお願いね。まあすごいところにあるぞ、あの洗濯物。まあ遅いじゃないのよ。ほらほら
見てちょうだい。あそこに洗濯物が引っかかってるでしょ。あれを取ってきてほしいのよ。ところでこの間山口さんの息子さんが、ああ、三輪車の上で逆立ちするもんだから、そりゃもうどういう教育してんのかしら。あらあら、ご苦労様。そういえば吉田さんのおじいさんは水虫がかゆいときは歌を歌うんですってね。もう笑っちゃうわよね。そうそう、そういえば知ってる、津村さんちのおっさん、小西さんの声だけが響き渡るドッキリ運動公演であった。あらあら、ありがとう。親戚の友達の嫁に行った先のお母さんの姪っ子は本当にそそっかしくって、それがね、あの子の父親がワニに噛まれて大変な。おお、ご苦労さん。洗濯物取るだけとはいえ、あの難しい足場をよくスイスイと渡れたもんだな。もう一人前のロビット乗りだな。新聞だ。
ジョニー、人参作りに命をかけるナイスガイだ。ところが最近ハナウマモグラが出没して僕の愛しい人参を食べるんだ。頼む、モグラをポッカーンと退治して僕の人参を守ってくれ。ポッカーンって何の意味だ、知りたいぞ。ここは大丈夫と。よし、いいぞ。お、やあ、来てくれてありがとう。早速だけど、悪いモグラをポッカーンと退治してくれないか。頼む、愛しのニンジンちゃんを守ってくれ。市役所のお兄さんが助けてくれたからもう大丈夫だよ。ああ、僕の人参ちゃん。人参に注ぐ愛、また一つ新たな愛の形に出会ったロビットであった。いやいや、どうもありがとう。お礼に僕の最新作を進呈しよう。歌って踊れる人参ちゃんだ。食べたりしないでくれよな。もう仕事ご苦労さん。人参畑の被害もほとんどなかったな。市民の財産を守ってこそ公務員、その調子だ。小説家エストラゴン先生はまだ原稿を書いてくれません。なんか家の周りにいるトンボが目障りでイメージが湧かないそうです。お願いします、トンボをなんとかしてください。もう1週間うちに帰ってません。生まれ変わっても編集者にだけはなりたくないぞ。先生、ところでどえらい連続殺人危ない家庭科教室の謎の原稿は。私はだね、君、半径300メートル以内に生き物がいると霊感が湧かず筆が進まなくなってしまうのだ。はあ、先生、すぐに何とかしますのでどうか一つ。では職員さん、いけないトンボを退治してください。よろしくお願いします。頑張っていくぞ。
おお、その時すでに彼女の秘められた地下室には恐ろしい、いけない子にはお仕置き、おっとこれは大傑作が書けそうだ。いやいや、やりましたね先生。さあさあ、すぐにご執筆を。その時すでに彼女の秘められた、ちょっと読みたいと思ってしまういけないロビットであった。様でエストラゴン先生もやっと書き始めてくれました。僕もあと1週間もすれば家に帰れそうです。おお、仕事ご苦労さん。なかなか華麗な連続踏みつけだったな。いいロビット乗りになってきたぞ。新聞です
主任よりの報告では、君は実地研修を通じて目覚ましい成長を遂げているという嬉しいことだ。そこで君には上級テストを受けてもらうことにした。言っておくが難しいぞ。部長が直々に考えた難しいテストだそうだ。あの人も好きだね。やるじゃないか。そのうち君にはもっともっとすごいのを受けてもらうことに決めた。待っておれ、次こそ本当のテストだぞ。お、合格おめでとう。あれだけ優秀な成績でクリアとなると部長にも完全勝利と言っていいな。すごいじゃないか。我らは風呂好きの秘密結社イタチ団。ドエライ山の温泉はとても羨ましいので、我らも温泉を掘っていたら変な生き物が出てきてすごく悪いことになったのだ。でも我らは悪者なので、これは計画的な悪いことだということになったのだ。どうだ、参ったか。悔しかったら変な生き物をやっつけてみろ。そんなに温泉に入りたいならドエライ村に行けばいいのに。悪者だから遠慮してるのかな。あの怪物強そうですね。いやー、うじゃうじゃいるね。あ、君はドットパープル。お、え、うん、よし行くぞ。腹が痛い。君
飲んだ牛乳か。くっそー。しっかりして、レッド。どうすればいいの。一刻も早くイタチ団の手先のあの凶悪な怪物たちを倒さなければいけないというのに。これは大変なことになったんだね。え、バンブル、私たちの代わりに行くというの。やめて、危険だわ。どうしても行くのね。止めても無駄なのね。ふん、俺はまだ貴様を認めたわけじゃないぜ。もうブルーったら。じゃあ私たちの代わりに頑張ってね。頑張っていくっす。何かあったのね。イタチ団が
怪物が現れ。ええ、奴らはその上レッドに古い牛乳を飲ませるという卑劣な手段を使ってきたのです。日立ダメ、許せないわ。だけど今日はそんなことはどうでもよくって、ずっと前から気になっていたこのボタンを押しに来たのよね。えいっ、あれ、なんか変な音がしたわね。ね、あーどりゃ、細かいことは気にしないぞ。明日は明日の風が吹くってやつだね。それもそうよね。もうドリル様ったら。穴馬星の未来になんとなく不安を感じるロビットであった。よくも我らの悪い企みを邪魔してくれたな。覚えていろ。仕方ないから、これから銭湯に行って背中を流しっこするのだ。おお、仕事ご苦労さん。冷静な判断が光る仕事ぶりだったな。だんだん一人前になってきたな。新聞です。精神をかける爽やか農業青年ジョニーだ。一度退治してもらったモグラだが、畑のレイアウトを変えたらまた現れた。頼む、またポッカーンと退治して僕の真っ赤な人参を守ってくれ。だからなぜポッカーンなんだ。気になって眠れん。大丈夫だな。よし、いいぞ。お、やあ、たびたびすまない。早速だけど、また悪いモグラをポッカーンと退治してくれないか。頼む、僕の人参ちゃんを救ってくれ。Let's go.
はあ、僕の人参ちゃん大丈夫だったかい。怖い思いをさせてごめんね、ごめんね。ああ、僕の人参ちゃん。ロビットそっちのけで人参に愛を語るジョニーである。いやいや、どうもありがとう。お礼に僕の最新作を進呈しよう。夜中に悲鳴を上げる人参ちゃんだ。ちょっと呪われてるが気にするな。おお、仕事ご苦労さん。人参畑の被害もほとんどなかったし、プロの仕事をしてくれたようだな。これからも頼むぞ。秘密結社イタシランがドエライ火山の洞窟に立てこもっている。なぜか突然山腹に出現した怪しさ爆発の洞窟だ。しかも奴らは、たまたま通りかかった大統領令嬢を人質にしているのだ。ドリル様のためにもイタシランのためにも一刻も早く救出しなくてはならない。だが我々は定期健康診断のため危険な行動を禁じられている。みんな、てなわけで任務代行を頼む。じゃ、たまたま通りかかった大統領令嬢？小娘め、まんまと我らの罠にはまりよって、命が惜しければ静かにしてるんだな。話しなさいよ。この縄をほどきなさい。いや、縄なんて使ってないが。もう、なんでそんなに手際が悪いのよ。全然人質っぽくないじゃない。そう言われても、ほら、我らも人質取るの初めてだし。は、あんたは宇宙市役所の私の家来で。この小娘の命が惜しくば、おとなしく降伏しろ。はあ、絶対絶命のピンチね。こうなったら、こうなったら、マジカルドリルちゃんがターン。何が起こってるんだ。牛乳屋さんかな。市役所職員め、我らの罠にまんまとハマりよったら、じゃあ後はよろしく、さらばだ。はあ、人質はどうすんのよ。
ち断め。あんな怪物まで用意しているとは全く許せないやつらね。でも魔法少女ドリルちゃんとその家来がいれば何が来たってへっちゃれよね。ね。じゃあまた一緒に戦おうね。バイバーイ。いつの間にかすっかりドリルちゃんの家来ということになってしまったロビットであった。ヤッホー、宇宙市役所の家来ありがとね。今度イタチ団のやつらに会ったら人質はちゃんとロープで縛るようにってきっちりお説教してやるわ。もう強敵だったようだが、それにしちゃ綺麗な機体で帰ってきたな。だんだん一流のロビット乗りになってきた証拠だ。いいぞ。